ランカグラ少女たちの新 A マイナスは、2011年9月22日に、マーベラスエンターテイメントから発売された、ニンテンドー 3DS 用ゲームソフト。キャッチコピーは、命がけで取りに来て。現代に生きる忍者の育成機関、国立半蔵学院に在籍する5人の少女が、 悪の勢力に立ち向かうというストーリーで展開するアクションゲーム戦乱カグラシリーズの第一作であり、一騎当選ゲームシリーズ3作に続く爆入ハイパーバトルシリーズ第4作目。コミックやアニメなどの多角メディア展開も行われている。高木健一郎が企画し、シナリオは北島行徳、キャラクターデザインは八重樫南が担当した。 登場キャラクターによるドラマパートと横スクロールで展開されるアクションパートで構成されている。爆ーハイパーバトルというジャンル名が示している通り、キャラクターの胸の揺れやカメラアングルの際どさ、ダメージ時のコスチューム破壊などといったセクシャル表現や演出が全面的にフィーチャーされている。2019年8月のエボ2019にて 2D 対戦格闘ゲーム。 ブレイブルーシリーズ新作ブレイブルークロスタグバトルへの参戦が発表された。登場人物の名前はコードネームであり、一般人である鈴木を除き本名ではない。アニメ版で追加した設定と故障はゲーム版と異なる。通称、半蔵。学生数百例人を抱える名門マンモス神学校。しかしそれは表の顔で、 真の姿は国家に所属し国益のため働く忍ぶの集団全養しを養成するための秘密機関。専門の推し学科は通称推しクラスといい、現在の生徒数は5名。所属者は学院寮の入居が原則。所在地は浅草をモデルにしている。工場は舞忍ぶ。通称蛇女。その規模や拠点の位置などが、 すべて謎に包まれている。依頼主となる悪徳政治家や闇企業の私的な利益のために違法行為も厭わず、任務を遂行する悪押しを要請することが目的。悪は善よりも寛大であるとして、善推しの一族だろうと本校の悪押しと戦ったものであろうと入学を拒んだりはしない。忍術の修行は半蔵学園よりさらに厳しく、死傷者が出ることも、 珍しくない。しかし、生徒たちの行き場がここ以外にないために入れ替わりはあるが、全体的な人数は変わらない。また、下人が、上人に対して、勝負を挑む下国上のような拘束も存在する。ヘビ女編では、彼女たちから見たストーリーが追加され、今まで、明らかになっていなかった部分が公開されている。アニメ版では、お城のような建物と、 まるで地獄のような広大な訓練所が登場した。工場は、ジュンじる。第1期、第2期原作表記はすべてマーベラスが来る。戦乱かぐら、原田瞳、北村エリのニューニューラジオが、音戦で配信された。パーソナリティは、アスカ役の原田瞳と,と、炎役の北村エリ。戦乱かぐら、原田瞳、今井あさみのニュ,ーニ,ューニューラジオが、音泉と、 響きラジオステーションで配信された。パーソナリティは、アスカ役の原田瞳と,とイカルガ役の今やさみ。2013年1月から3月まで、第一期、戦乱カグラが ATX、千葉テレビ、サンテレビ、テレビ愛知、東京 MX、BS11 にて放送された。全員12話。ナレーションは、藤本幸太郎。 2015年3月29日に特別編、戦乱カグラエスタバルバーサス水着だらけの前夜、祭りが放送された。2018年10月から12月にかけては、第2期、戦乱カグラ忍びマスター東京用魔編隊が ATX 他にて放送された。霧りる先生からの命令で試験を受けるために、里帰りしたアスカは、祖父の半蔵からの修行を終えて、 数ヶ月ぶりに戻ってきた国立半蔵学院で太巻きを手土産にクラス委員の怒る先輩のカツラぎの後輩の野ギとひばりとの再会を喜ぶ。しかし学院に帰って早々切り寄る先生の厳しい修行の日々が続く中唯一苦手としている秘伝人法の修行で自分だけが召喚銃を召喚できないことに悩んでいた。数日後、 アスカは半蔵に悩みを打ち明けるが、家計の都合で召喚できる生き物は、彼女が最も苦手としているカワズだった。半蔵からこれも、オしの試練だと言い渡されたアスカは初めこそ拒絶するが、イカルが特訓に付き添うことで、ようやくカワズを克服する。そんなある日、イカルよりも高い戦闘力を持つ炎、ええ、日陰、未来、遥かに襲撃される。その翌日、 半蔵学院に対抗して設立されたアクシノブ、養成機関、比率蛇女子学園のことを切り寄る先生から知らされた、アスカたちは、学園の争いに巻き込まれていく。2013年3月27日から8月28日まで、発売された。ブルーレイ、DVD 各館に、収録の短編アニメ。NEC ビッグローブのスマートフォン向けアプリの、カードコレクションゲーム。 読めこれに参加している。取り下ろしボイスが用意されている。戦乱カグラスパークに関するカテゴリー。戦乱カグラグレンのヘビマイナスに関するカテゴリー。戦乱カグラに関するカテゴリー。戦乱カグラ忍びマスター東京用魔編隊に関するカテゴリありがとうございます。